はい、ガチャリックスピン、今からサンフランシスコへ向かいます。はい、どこへ行きますか？何のイベントですか？ J-POP サミット。さあ、意気込みはどんな感じですか？もうそれはもうね、やっぱサンフランシスコといえば、うん、ちゃんと食べなさい。ね、ちょっと楽しみだから ね、クラムチャウダーを、クラムチャウダーをお腹いっぱい食べて帰ってこれたらなと思っております。ライブをしろ、ちゃんとしろ。マイさんは？はい、いや、私もあの割とそっち側なんですけど。そうですよね。いや、でも本当に楽しみですね。いろいろ今回新メンバーのねんねんも加わって初の海外なので、はい、頑張りたいと思います。私が出ました。今もうねんねんはもうどんな気持ちですか？もうパワフルマッチョリンです。ちょっとハラリーさん、一番まともな意見言ってもらっていいですか？お願いします。サンフランシスコということで、うん、西海岸合ってる？うん、多分合ってますよね。西海岸ってやっぱ海岸でしょ？うん、いいよいいよ、そのまま続けて。いいよ。西の方の 海岸でしょ？海ですよね。だからその海の風を浴びて、うん、いい音を奏でるよ。おお、なんかすごいまともなことを言った風でしたね、今ね。かゆかゆ。いい音を奏でるよ。奏でるよって言わない。ちょっと硬い。バンドマンですから。ちょっと硬いね。はい、ということで、まあ、新体制一発目の海外になるので、気合い入れていきたいと思います。いくぞー。いよいよ飛行機に乗り込みます。初めての例では、緊張してますか？緊張しますね。今どっかに入りました。どっかに入って外に出そうです。あ、飛行機だ。初飛行機を見ました、間近で。飛行機に入ったら何するんだっけ？お辞儀をしてスリッパ履きます。合ってますよね？バチです。よし、先輩に教えてもらいました。お辞儀を忘れません。行きます。はい、楽しかったんですけど、トイレが一番びっくりしました。どうやって流れるのかなと思ったら、みんなで見てたら、ピロンって2回もトイレ行ったんです。私、隣の席ですごいびっくりしたのは、この骨が出ててすごい痛いんです、シートベルトって言ったら、多分すっごい縛りすぎちゃって。そんなに危なくないからと思って。最後の方とかなんかすごいじゃないですか。血が止まりかけてて。骨にもう。痛かったです。だから、シートベルト緩めればいいんだよっていう到着5分前に教えました。皆さん、次はどちらに向かうんですか？ホテルでーす。ご飯ですよ。食べれるでしょうか？お腹空いたよね。お腹空いたよね。サンフランシスコを食べるのはマイさん。クラムチャウダー調べたい。でもオロさんが言ってたんですよ。そう、あとは、まあ、西海岸ですから。もう海岸出してくる。西海岸を好きだけでしょ。カニ、カニ、海鮮だ、海鮮だ。ココナッツ、ココナッツ、ココナッツっぽくないですか、サンフランシスコ。どうしたどうした？違います。どうした？なんかねんねんにはそう感じたみたいですね。しょうがない。でもどうするの？オレオと同じ部屋ない人とはどうするの？部屋割り。でも絶対同じでしょ。はい、オレオパスで。なんで？はい、あの裸にならないならいいんですけど。あ、やっぱりなるよ。じゃあパスで。私は今までそれに耐えてきました。ちょっと寒い。わお。舐めてたの。
結構寒いね。ちょうどいいね。全然予想以上に寒かった。これしか持ててないよ。部屋割りは勝手に決められてて、なんか私オレオと一緒なんですけど。あ、私ちゃんとあのオレオパスが通ってた。なんで言えそうなんだよ。なんかわかんないですけど、私とネンネが一緒なんですけど、どういうことですか。もう入ってからパラダイスよ。どういうこと。入ってからパラダイスってどういうこと。メンバーの裸見てパラダイスならないでしょ。幸せ者だな。どんだけ仲良しで。え、パス。さて入れますでしょうか。こういうので大体失敗するタイプ、ね、うん、鍵がね、通らないタイプ。大体弾かれるの。え、だって反応しない。さあ、じゃあオレオの宇宙パワーを使って。宇宙パワー、え、鍵変えるの。それそんなあり。ゴロゴロ。あ、あ、こっちか。ほらほら、そのまま開かないんですか。あ、ピッて言わないほら、来た。あ、ちょっとここからのパラダイスなんです。失礼します。大変そうです。わお、抜けた。抜けた。ガチャリクスピンついて夜ご飯を食べたいと思います。待ってました。今日の夜ご飯はデデンデデン、エクストリームピザ。イエーイ。エクストリームの意味は、まいちゃん、え、エクストリームの意味を言ってやんなさい。エクストリームの意味は、エキサイティング的な感じのことですか。それもなんかまた英語っぽい。小川さんが代わりに答えてくれ。エクストリームピザ、最高のピザって意味です。本当に意味わかる。わかる。うん、ウストリーム。言っただけや。え、ちょっとね、実際誰かわかる。ここはやっぱ花ちゃんだから。そうですね。エクストリームのことに関してどこにでも西海岸って言ったら。西海岸今日いっぱい見てきたのね。叫び狂うピザ。どんなピザ。メタルだね。エクストリーム。あ、どうぞ。行きたいと思います。行ってきます。ここはやっぱり英語担当のオレオがかっこよく英語で乾杯をしてもらいたいと思います。明日ね、リハーサルあって、明後日本番ですから。いや、yeah. yeah, Today First day Tomorrow リハーサル。Oh yeah yeah, yeah. yeah. yeah.Day after tomorrow. Day after tomorrow, but live. 戻ってるとかじゃなくて、あ、でもあったとか。Tomorrow and tomorrow is live. Live. Yeah. Yeah. Live. Please. Yeah, we are going to swim. Good luck. Yeah, good luck. 乾杯。乾杯。乾杯。チアーズ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 。行くよ。はい、チーズ。もらいました。いただきます。うん、どう行く。向こうでしょ。うん、おいしい。うまい、うまい、うまい。やばよ。なんか意外とあっさりしてて食べやすい。大きい。すごい。行きます。うん、うん、おいしい。おいしい。大変。サンフランシスコ2日目。はい、今日はですね、出発がお昼過ぎだったということで、みんなゆっくり割とできたんじゃないかなと思うんですが、はい、昨日の夜は何してました。昨日の夜は、あ、今日の準備、まあ、ライブの準備とかいろいろやってました。なるほど。で、朝は、うん、まあ、曲作り。そうですね、アルバム制作期
間中なので歌詞を作ったりとか、はい、アレンジしたりいろいろしてて、まあ、でもね今日お昼出発なのでゆっくりできたんで、ね、まあ、割とのんびりリラックスして作業できたかなと思うんですけど、うん、あれさんはなんか反応してるんですけど、いつもの方にも言いたい、昨日のピザがちょっと影響するね、今日私だけなんと6時半に目覚めて朝の、うん、先にね J-POP サミットの会場に行ってマイクチェックしてきてたから、マイクチェックお疲れ。でもどうだったマイクチェック、マイクチェックはね順調会場は会場ねなんかねあのすごいまだ準備これからっていう感じだったんだけど、ちょっと暑いのかな、すごい、それはオレオのこの体の問題ではない、肉豚のせいではない肉豚のせいではないよ、世の中で、ね、すごいワクワクする感じだって、いろんなお店もあったし、楽しみ、楽しみ、今からリハーサルということで、頑張りたいと思います。出発、行ってくるよ。到着。朝も来た会場に着きました、到着。ハロー、ハイ、ハイ、ムス、イエイエイ。ちょっと喋ってみて、名前なんて言うの？ジェニファー。 Hi, I'm Oreo Leona. Nice to meet you. Oh, Nick. 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 How you doing? Konnichiwa. Konnichiwa.バイバイ。飽きてる。オレオに飽きてる。飽きられちゃった。いよいよ初めです。おお、広い。これは倉庫、倉庫なんですか。なんか音がすごい反響しそうな感じ。あ。ステージありますよ。じゃあ私たちが初ステージです。リハーサルが始まります。自分たちで準備するのってびっくりされてました。自分たちで準備します。日本も海外も変わりません。おお。どれぐらい来てくれるんでしょうか。電源です。まだ加入して3回目のステージなんですけど、覚える機材がたくさんあって難しいです。We'll be right back.
体育館みたいなすごい響くところなので、音の作り方をみんなで相談し合って、でもなんとかうまくいくと思います。海外のおじさんに、おじさんが iPhone の中にめっちゃガチャピンの曲が入ってて、マジでアベンジャンダウンって、アベンジャンダウンが好きなの、今日は多分やんないんだわノーって言ったら、歌ってあげたい、オッケーって言って、見せてあげたいよ、これをこれをやってあげたいけど、明日海外までベンジャンダウン届いてる、すごい、うん、セクシーっつって、そうね、よかった。でもいいライブができるように、今日これからまた美味しいものを食べて明日に備えたいと思います。イエーイ、頑張ろう、バイン。実は今1人足りません。リーダーのヒソッパー子がは時差ボケにやられました。そういう時に倒れる。8時間差ありますもんね。そう、語学クオリティです。今絶賛お部屋の私の隣のお布団で、この人は裸ではないですか？この人はお洋服を着用されてないですか？着用されてます。お洋服さん本当にずっと裸なんです。このまま黙ってください。はい。なのでチョッパーの分も食べたいと思います。小田さん見てるか？見てる、美味しく食べてるよ。いただきます。ありがとう。いただきます。いただきます。いただきます。うん。甘い。うん。どう？美味しいですね。どう？美味しい。写真見て。バランス悪い。ちょっとね、これって歩きたくなる。はい、ガトリックスピンサンフランシスコ3日目。本日はなんとライブです。 J-POP サミット、まあね、昨日ライブ前日だったのでみんなゆっくりできたと思うんですけど、うん、どうでした？いやーすごいね、夜ご飯、ご飯をね、米をね食べてて、またこう元気をね、パン米またパンみたいなね。お肉も肉も肉もって言って、やつね、みんなで食べたよね、美味しかったな。良かったね、良かったね。あ、でもなんか一人足りなかったね、そういえば。私昨日は自由行動で時差ボケしてました。一人でホテル帰ったらもうプーンって言った。でももうゲストがめっちゃ、はい、いっぱい寝たので大丈夫です、はい、ということで、まあね、さっきいろいろコメントを取らせてもらったりインタビューがあったりとか、ね、インタビューしてもらったりありがとうございました。はい、英語担当のオレオが返すかなと思ったら、3歳からセックスやってます。3歳からピアノダッツ。全然違うことが、あと顔で全部喋ってた。おー、イエーイ、エンジョイ。エンジョイってやっただけなので英語うまいって言われてる。イエーイ、イエーイ、イエーイ。ということで、今日もライブ頑張りたいと思います。意外にリラックスしてます。でもステージ上がったらどうなんだろう。なんか今回の海外は意外と時間がある。ゆっくり準備できてるし、まあでも本番何が起こるか分かんないですけど、ちょっと落ち着いて頑張りたいと思います。
めっちゃ緊張してる。 MC がやっぱ英語ね、もうもっと勉強しとけばよかったって今この瞬間思うんだけど、まあもうでもね、昨日も頑張ったし、お風呂でいっぱい古賀さんとねんねに迷惑をかけながらお風呂でうーセクシーとか言いながらちょっと練習したし、この成果を出せたらなと思います。まあ、あとはやっぱもうアメリカのみんななら私のセクシーさ分かると思うから安心して、もうあとはもう楽しむのみですね。本当になんでこんな緊張してんのダメだ、見えてる。ファンの方が待ってくれてちょっと感動しました。緊張してるよ。緊張してきた。いいね、そう、いますよ。いつも5分前とか食前になるとすぐ緊張するもんですよね。それまで全然緊張しないんですよ。じゃあサンフランシスコライブ盛り上げていきましょう。ジェスチャーと表情で盛り上げていきましょう。 I think so. I think so. Above. Above.
a new album now. またそれを持って、ニューアルバムを持って、みんなに会いに行きます。アルバム、ニューアルバム、サンフランシスコ。また来るよ、ありがとう。OK、the next song、I Will Survive。始めましょう。ガッチュリングスピン。
かなりの、なんかうちらって結構海外で初めていた時からずっとアンコールもらってるんで、そうだね、でも今回ちょっと不安だったけど、やったー、いいなー、いいなー、言葉が通じてないと思った、いいなー、言葉通じてないと思ったら通じてた、音楽も通じるよ、first time I actually got to see guitar spin, so it was really entertaining. I was impressed by how much energy they had, really impressed with how well the singing was, especially while drumming at the same time. That's not an easy skill to be able to drum and be able to sing and stay keeping rhythm. So I was really pleased to see them. I had no idea they were that good in concert. The entire time, like even during the encore, when they were running, I was running as well. And yeah, it was just a lot of fun. And I really hope that they do come back to the States, because I would definitely like to see them again. It's the only reason I came. It was awesome, as I assume. And I hope they come to America again. Yeah, it was a show. High energy. かわいくなった、まつげつけたら、あ、まつげの位置から生えてるもんじゃなかったよね今のものはまつげの位置から生えてたものじゃなかった怖いこれ絶対通報されちゃうダメだろうが、ちょっとおでこに私のマークかけるのやめては、クガさんマーク、クガさんマークってなんだよ、よし、お疲れ様です。お疲れ様です。今日一日お疲れ様でした。なんだよこれ。お疲れ様です。お疲れ様です。いい写真撮りました。でん、だん。どうも、チョッパーとねんねです。はい。なんと今花さんが爆睡しているらしいので、隣の部屋に。はい、ちょっと覗きに行きましょうかね。はい。インサンフランシスコ。マスクの使い方間違ってますマスク間違ってますね、見てください、携帯じゃないです、すごいすごい、携帯じゃなくてバナナです、それバナナ持ってきてサンフランシスコ最終日、ちょっと家じゃないよね、寂しいよね、から日本に帰るんですが、はい、今回のサンフランシスコどうでしたか、いい旅でしたね、クラムチャウダーも食べれたし、ね、はい、いただきます、いただきます、うん、スパンつけてもいいんだよね、うん、どうですか、超シーフード、おいしい、うん、美味しいよね、いただきます、美味しい、アシカも見れたし、アシカになったし見てー、オレオです、オレオさんです、たくさんいますよ、いたー、オレオの島
親戚、親戚なの。あと何があった？ライブもね、すごい盛り上がって、アンコールもいただけて、はい、最高に盛り上がり、そしてなんといってもやっぱりあのアメリカのファンの方と交流できたのがやっぱ嬉しいよね。メンバー一人一人の名前を呼んでもらえるっていうのはすごい嬉しいなと思って、はいはい、また絶対サンフランシスコに帰ってきたいと思います、はい、これからも頑張っていくぞ。それじゃあ日本に帰りますか。レコーディングの続きが始まります。本当に置いてってください。私